シーズン3点目。これサイドサイドだったよ。抑えてね。左が難しい。全部つられて。思い切ってフリーステップじゃないですね。狙うという選択肢もあったと思うんですが、見えてました。見えてました。これはやっぱり吉井東京のディフェンスを全部寄せてるっていうのは分かってましたから、